スノーソックススノーソックスはタイヤチェーンの代用品の一つ。スノータイヤが十分ではない場合、スノーソックスを用いることで、雪道におけるグリップが向上する。日本語では、布製タイヤチェーン、布タイヤチェーン、布製タイヤ滑り止めと説明されることがあるほか、オートソック、スノーキャップなど、商品名に由来する名称で呼ばれることもある。スノーソックスは、 アンチロックブレーキシステムや横滑り防止装置など他の安全装置に影響を及ぼすことがない。ポリエステル素材の比重が高いスノーソックスは地表の水分をより多く吸収しグリップを向上させ時速 50km 程度までの運転を可能とする。耐久性の面では金属チェーンに劣り装着したまま長時間駐車する場合の凍結や 長時間の高速走行による破損のリスクがある。スノーソックスには繊維性モデルと複合素材性モデルがある。これはタイヤを覆い、タイヤと雪が接触しないようにする繊維性のカバーである。このカバーを装着してもアルミニウム製のリムには損傷を与えない。最も重要な素材はポリエステルである。ポリエステル繊維は水を吸収し、グリップを改善する。 装着した状態で、時速 50km 程度までの運転が可能とされる。2013年3月現在、複合素材製のモデルが1種類流通している。これはミシュランが開発したもので、イージーグリップと呼ばれている。内側に伸縮するバンドがついており、装着を容易にしている。ネットを保護し、路面のグリップを高めるために、亜鉛メッキされた鋼鉄のは150個が配置されている。 ありがとうございます。